にちは、池田真子です。はい、今回は今流行りのタルゴナコーヒーを作っていきます。タルゴナコーヒーっていうのは韓国ですごい人気で、今日本でもねこう流行ってきてるんですけど、タルゴナっていうのが日本でいうカルミ焼きになるみたいで、カルミ焼きみたいな感じでね、上にこうふわふわしたコーヒーが浮いているコーヒー牛乳カフェラテみたいな飲み物になるみたいです。で、今回はサイトで見つけた簡単な作り方があったので、ミキサーなしで作るタルゴナコーヒーの作り方と、あとちょっとね私流にプチアレンジもしたので、ぜひ試してみてください。それではどうぞ。じゃあ早速作っていきます。まずは袋の中にこちらをすべて入れます。はい、そしたらこちらダマにならないようにこの下の部分を揉み込んでいきます。しっかりと馴染んで溶けるように。はい、そしたら空気も含ませて結びます。ねじってから結ぶと漏れにくいです。はい、じゃあ1枚だと破ける可能性もあるので袋を二重にして結んでいきます。で、こちら結ぶときは空気を入れてこの袋の部分を一緒につまんで結ぶことでしっかり固定されて振りやすくなると思います。はい、ちょっと2枚目が結びにくかったので100均とかにも売ってるようなこういう留めのやつで固定しました。はい、じゃああとはとにかく振っていきます。こっからはねもうダイエットやと思って二の腕プリプリさせてください。よーい、スタート。頑張れ。いい振り方思いつきました。こうやって無理やり振るとめっちゃ腕がパンパンになるんで、肘固定して手首だけで振ったらめっちゃ楽です。ちょっと仰ぐみたいな器で、めっちゃいいわ。あの二の腕がちょっとパンパンで筋肉となるわって方はちょっと手首でもやってみてください。手首の運動もいいと思うんで。もうふわふわしてきてるかもしれへん。あ、もったりしてきてる。溜まってる。ふんわりってなったらもうちょっとかな。はい、じゃあ大体振れたらね先に準備します。はい、今回はこちらのダイソーの薄グラスに入れていきます。で、牛乳入れるんですけど、ちょっと先にねこのコーヒーゼリーも入れてみたいと思います。横から見えるように周りにつくように入れていこう。で、牛乳を6、7割入れていきます。豆乳、はい、これぐらい入れます。はい、できたら一つ袋を開けて、はい、こちらを取り出して端をハサミでカットします。では入れていきます。絞る感じに、あ、見てる。はい、こんな感じでできました。しっかりとね上の部分も浮いてくれて、ゼリーもいい感じに横から見えて可愛くできたと思います。はい、ということで少し時間を置いたらね、見てください、少しずつ降りてきてなんか3色になってね、これもまた可愛いです。じゃあ早速いただきます。まずはすくっと食べてみようかな。ゼリーとコーヒーと牛乳を合わせていただきます。うん、美味しい。これは美味しい。しかも上のこのふわふわの部分がめっちゃビターでめっちゃ美味しい。
コーヒーが苦手な方にはちょっと濃いかも。マジで飲む方がいいかも。しかもゼリー入れてよかった。これは美味しい。うん、まあ最高のひとときや。頑張って混ぜた甲斐があった。ちょっと軽く混ぜて飲んでみますね。カフェラテやな。下に入れるミルクとか使うインスタントコーヒーによって甘さとか臭とか変わってくると思うんですけど、でもこのミルクの甘さとちょっとふわふわのねコーヒーが一緒に飲むことですごい美味しくて、でやっぱりこのゼリーを入れることでね、これがまたアクセントになって、飲むだけだとこうまろやかな感じなのがちょっとこうチュルンって入ってデザート感覚でも食べれるので、ぜひねゼリー入れるのおすすめしたいです。これだとね、もしお家にミキサーがないっていう方でもすごく手軽に作りやすいと思うので、ぜひこの機会に試してみてください。他にも私のチャンネルでは失敗しないいちご飴の作り方とか簡単なお菓子作りも紹介しているので、ぜひ概要欄や再生リストからもチェックしてみてください。そしてこの動画が良かったなって思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。 Twitter と Instagram もしてるのでそちらもぜひフォローお願いします。では池田真子でした。バイバイ。